あと10日で、4歳になるメイクがですね、初めてね俺のライブに見に来てくれたんですよ。誕生日のため の, あの曲をいろはのために1曲歌います。まあ、ちょっと10日早いけどね、誕生日の曲を、まあ4歳なんでね、歌っても伝わるかどうか分かりませんけど、まあ、これは自己満足の世界なんで、僕が歌いたいので歌います。この場を借りて、じゃあ行きます。今のね、歌の題名の生まれてきてくれてありがとう、これを俺が消しゴム、ね、日夜消しゴムを削り続けて作った版画で、作りましたので、いろはやんさん、はい、いろは、コラゲロットに来て。いろは、いろはも歌うか、これ歌うか。ということで、ここから2曲ですね、その僕のメイクのいろはが、俺の自分の作った曲の中でいろはが大好きな曲があるんで、それを2曲ほど歌います。いろはのために歌います。はい、いろはも一緒に歌ってね。はい、じゃあ聴いてください。コップンコップしまい、ハモニカがね、弱なんですよ。